020-18592。はい。あ、何回か、はい、問い合わせです。はい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 、すみません。はい。なんか、その、税関の方で、なんか大麻取締法に引っかかるっていう話だったんですけれども、はいちょっといろいろこちら、まあ、政治団体等やっておりまして、そのいろいろ公務所等と話つけてるんですよ。総務省と？いや、総務省っていうか、まあ、総務省ですけれども。総務省のどなたとですかね。総務省というか、いや、総務省じゃ公務所。公務所。公務所？はいはい。まあ、総務省の、まあ、政治団体やってる、まあ、政治団体やから総務省なんですけれども。はい。はいはいはい。いや、だから、その、何や、政治団体ですわ、言ったら。その他の政治団体ですけれども。それで、まあ、何や、その、一応、夏院等で、規約に、その、印鑑ついてもらってる話で、国際知的財産権等も登録してある話なんですよ。その、言ったら、その、大麻取締法に引っかからないようにした話。今回、届いてるのが、はい、THCA。はい。THCA です、これ。THC じゃないんで、はい。それを、しかも、なんか THC が検出されたっていうメールが届いたんですけれども、はい。それは、大麻由来じゃない、大麻由来ということを、何や、書くだけしか規制されてないんですよ。はい。はい。いや、それはわかるけれども、はい。取りに行ったら、取りに行くなり、その、何や、その、何や、証拠等を揃えたら、ちゃんと返してくれるんですかね。税関としては、もう、これは、流入できない。なんで？の結果で出てますので。はい、はい。任意放棄って言って、これだけはちょっと処分させていただいて。ちょっと待って、それを裁判所は何て言ってるんですか？マジですか？はい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 。それはその分析結果っていうのは令状なしにあったってこと？令状は取ってないです。取ってないですよね。はい、それできるんですかね？それ分析はできます、ね。分析、はい。それどういう方法は教えてくれますでしょうか？その分析の。分析方法ですか？はい。それをちょっと確認してみます。はい。はい、ですけども、はい。まあ言ったら、その、尿検査とかと同じ方向ですよね、多分。ちょっと分析の方法まだ詳しくわからないんですけど。それどこに言ったら分かる話ですか？私が確認しますので。あ、はい、すいません。はい、お願いします。折り返しはお電話がよろしいですか？そうですね。いや、どっちか言うとはがきで送ってほしいですね、その分析の。はい。文書とかでは出してないので。あ、じゃあまあ、わかりました。じゃあ電話で。はい。はい。090-8298。はい。8650、山崎正幸と申します。090-8298。はい。はい。はい。分析方法だけでよろしいですか？分析方法と、あと、その、どういう解釈で、その、あと、お名前、その名前と、全部すべて、ちょっと明らかにしてほしいですね。はい。どういう経緯で、その、まず、なんで、そもそも、何や、そこら、開封させられたのか、っていうところから、ちょっと明らかにしていただきたい。検査は、通常、定価の方で行っている業務ですので。はいはいはい。はい、まあまあまあ、その経緯と、ちょっと明らかにしていただければありがたいんですけど。はいはいはい。ではまたご連絡いたします。はい。はい。あ、すいません。はいはいはい。以前ちょっと、なんや、届いた荷物なだけに、はい。まあちょっと、とても困惑しておりまして、はい。お願いします。